ュ・ル・カープ、それがロディカープバクラオ BNK48 長。今日はですね、日本語能力試験を2人で受けていきたいなと思うんですけれども、はい、僕たちもタイ語の勉強を始めて1年ぐらい経ったじゃないですか、うん、で、まあ、タイ語の試験を受けたいなって話をしていて、まあ、つい先日日本語能力試験がありまして、うん、タイでユルのことを知ってくださってる方も、まあ、受けてる方が多くて、はい、まあ、一体どんな問題をやっているのかというのを、まあ、見てみたいなと思ったので、うん、まあ、せっかくだから、僕たちも日本人として、はい、日本人代表として、日本人の誇りを持ち、日本語能力試験に挑戦させていただきたいと存じております。硬いって、いや、人生で一番緊張してます。緊張してんねん、はい、日本人代表なんで自分でハードル上げすぎて、来年オリンピックなんで。でですね、まあ、僕たちは今回この JLPT の教科書買いましたけど、どんな問題があるのかも本当に知りません、うん、なので、まあ、初めて見てトライしようと思います、はい、日本人が日本語能力試験を受けたらどれぐらいなのかを楽しんでいただけたらなと思います、うん、はい、今から日本語能力試験 N1 受けていきたいと思います。はい、レッツこんにぶん。そうなんの、これで懲戒試験を終わります。疲れた。早くなかった？早口やった。そんなことはなかった。最初の早口、海外の人やったらなんか早いかなと思った。早いかなと思った、ま、最初の、まあ言い訳はそれぐらいにしといて。早速、何点だったか皆さんにお届けしたいと思います、はい、まず、大きな問題が3つあります、うん、で言語知識、うん、読解問題、聴解問題の3つになってまして、うん、1つずつが60点満点です、はい、で合計点数が180点で100点以上が合格、うん、そして1つずつで、最低19点は絶対に取らないといけないというのが、うん、JLPTN1 の、点数の決まりとなってます、はい、言語知識、たつき君何点でしょうか、はい、満点60点でございます、僕は、58.5 点でした、うん、勘違いというか、いやもう答え見て、いやそらそうやんって、そらそうやん、そっちやんって。これはテストなんで、もうこういうミスは誰でも、うん、これはもう誰でもある。次、読解問題。僕読解が、58点です。58点、1問ミスですか？60点満点中、そうですね。僕ね60点なんですよね。いや、そして懲戒問題が何点でしたか？僕懲戒が58、はい、僕ね60点だったんですよね。で、僕合計点数が180点満点で 178.5 でした。そしてたつき君が、僕合計176ですね。180点満点中。でもごめん、ちょっとそんな風に言ったけど、これ本当難しいです。いや結構難しいですよ。大学の試験の国語の現代文のレベルだと思います、うん、それぐらいの難しい。なので僕も本当どっちかなっていうので、何問かって、うんうんうん、もう一回やったら間違ってしまう可能性があるぐらいのレベルです。そうですね。もうだからこれを第二言語で習得して N1 を取ってる方たちが、うん、はい、マジすごい。いやちょっとなお思った、ね、本当にすごいなと思いました、うん、本当にすごいなと思いました日本語下手くそですいません自分たちがこうテストを受けることによって、はい、まあ、より日本語を学習している方の気持ちを分かることもできたと思いますし、はい、で僕たちは日本語学習ソングとかも作ってるんですけど、はい、それを皆さんにお届けするときにも、自分たちがまずこうやって日本のテストを受けるってことが大切だと思ったので、はい、まあ、そういう気持ちでも今回、うん、テストにチャレンジしたんですけど、勉強し始めの方は、まあ、もうあともうちょっとで N1 だよとかいう方もたくさんいらっしゃると思いますけど、本当、はい、みんな頑張ってください、うん、まあ、僕たちも今タイ語を勉強頑張ってますけど、頑張ります。で JLPT 日本語能力試験もまた来年ありますんで、マジで応援します。もうほんま応援してる、うん、もうほんまに応援してる